柔らかい月の下で。こんばんは、ムームーンのゆかです。こんばんは、ムームーンのまさきです。ムームーンの柔らかい月の下で今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、10月の満月は一昨日でしたが、はい、ムームーンが毎月満月の夜に行っているライブがありますね。フルムーンライブっていうのがありますが、はい、オンオクトーバー、ご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今月もインターネットで放送をやりまして、インターネットで放送したんだよ。はい、はい、一昨日の満月はですね、皆既月食でも盛り上がりましたね。ね、皆既月食久しぶりじゃないですか。そうですね、久しぶり。月が赤く見えて、ね、街中みんな上を見上げてる光景思い出すんですけど、あれ1年前ぐらいかな。ありましたっけ。ありました、なんかね、見た記憶があるんですよ。赤くなるんですか。うん、赤く見えた、赤い。実際見た。見ました。あ、本当。うん、俺その時何やってたか分かる。多分寝てたなんで。何で知らないんだろう。ナス味噌定食でも食べてたんじゃん、その時。よく、まあナス味噌定食食べてたかもしれないですけどね。まあ、皆既月食っていうのは月全体が地球の影にすっぽりと入り込むことで赤い満月みたいに見えるということなんですね。赤くなるんですね。ね、うーん、そう。ということでね、はい、11月30日には小惑星探索機、探査機ね、探査機はやぶさ2での打ち上げ決定になったみたいですよ。はい、天体関係も盛り上がってるようです。天体系のニュースがすごいなんか、はい、多いですよね最近。そうですよ、なんかあのアプリを見てたら、うん、スマホのもう宇宙ニュースっていうのがあって。何それ。購読しようかなと思ってアプリか。アプリで多分更新されてくんじゃないですか。新しい生命体が発見されました。そんなニュースは聞いたことがないけど。ヤフーニュースでも出そうですね生命体が発見されたらそうなるね。いやでもちょっとした宇宙ニュース知るだけでも、うんうん、なんかもうちょっとなんていうの、非現実というかさ、うん、普通のニュースと違うじゃないですか。うん、まあ現実の話だと思うけど。いやでもなんていうの、ちょっと夢があるじゃん。ロマンだよね。ロマンになるね。ロマンがあるよね。いいんじゃないですかそれ。高いんですかそれ。いや無料でした。でも私のスマホ、あの容量がパンパンで入らない。写真も撮れないですもんね。そうなんだよね。いい加減になんとかしたら、いい加減にね。まあまあいいんですけど、そんな話は。ということで、あの最近はあれですかね、うん、月食、はい、月食、はい、夏季月食見て、はい、ライブも皆さん見てくれたんですかね。ね、はい、見てくれた方ありがとう。ありがとう。ムームーもね、11月にはファンクラブ月面基地のイベントがあるので、ムームーの月面基地の、だけのお楽しみも用意してますので、はい、遊びに来てください。ぜひお楽しみにということです。はい、はい、ということで今夜のオープニングナンバー、こちらムームーの新曲ですね。それでは聴いてください。ムームーでアイムスカーレット。肌に凍ったの。お送りした曲はムームーンのニューシングルアイムスカーレットでした。ムームーンの柔らかい月の下で。ベイ FM からムームーンがお届けしています。柔らかい月の下 で、今夜もムーリスナーさんからのメッセージが届いているのでご紹介します。ラジオネームユーミさん。ユーミさん、ユーミさん、ゆかさん、まさきさん、こんばんは。こんばんは。ムームーンの音楽にはいつも助けられています。ありがとうございます。こちらこそ。今日はまさきさんにご相談したくメールさせていただきました。実は来週会社の接待で、初めてのゴルフに行くことになりました。ほうが実はすごく憂鬱です。先輩にはニコニコしてれば大丈夫だよと言われるんですが、ゴルフ自体初めてだし運動が本当に苦手なので、人に見られながらボールを打つなんてできない。ちなみにボーリングとかも苦手です。うんうん、とにかく今は行きたくない気持ちでいっぱいなのですが、
まさきさんのプロフィールに趣味ゴルフとあったのを思い出して、ゴルフの楽しさというか良さみたいなものを教えていただきたいです。まさきさんが楽しいよって言ってくれれば当日少しでも楽しめるような気がして、てんてんてん、なんだか変な相談で申し訳ないのですがよろしくお願いします。おう、確かにプロフィールに趣味ゴルフって書いてありますね。確かに書いてあるよ。そうだね、ちょいちょいやってますからね。そうなんだ、うん、あの打ちっぱなしだけでなくて、打ちっぱなし専門、専門で、専門、いや専門じゃないです。打つ楽しさもありますからね。まあ僕ちょっとね、楽しみ方人と違う部分もあるんですよね。人それぞれありますもんね。その、うん、コース出てこう緑の中で気持ちいいなとか、うん、早起きしてそれが気持ちいいっていう人もいれば、そう、ま、そうそうそう、その中の会話が楽しいという人もいれば、そうです ね友達と行くのが楽しいとか、うん、まあちょっと確かにね、その接待っていうことはね、確かにちょっと憂鬱になるのも分かる、分からぬでもないですね。でもその、 あの先輩が一緒にねいてくれるんだったら、うん、それも心強い要因ではあるんだけど、そうですね、楽しめばニコニコしてれば大丈夫だよっていう、そう大体そう、でもその通りな気がしますよね。楽しめれば、楽しいって 思えればいい。そう楽しいと思うんですけどね。ただやっぱり最初僕も初めて行った時コースに、うん、まあ走りますからね。走るの？ほとんどゴルフじゃなくて走りに行くと思って行った方がいいかもしれない。私が行った時はそんな走ることなんてなかったけどな。あ、本当？ほらあれでしょ、優雅にやったんでしょ。優雅にやった。優雅じゃないもん、まあ、優雅にできるんですけど、うん、やっぱり結構後ろ詰まってくるんですよねゴルフって。あ、怒られた、急かされるわけです。急かされた、そこが一番こうネックなんですよねゴルフって。うんうん、上手い人は あのそんなに急がなくていいんですけど、うんうん、こう林の中とかに打っちゃうじゃないですか最初は。あ、あんまりボールが進まないとか、はい、チョロ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 ってなって、ボールを取りに行かないといけなくて時間がかかっちゃったりとかね。探しに行ったり、打ってもその辺だったらまたすぐ打たなきゃいけないから、うん、結構走るんですよ最初は。だからもうそれを覚悟して、うん、どうせこう本当に初めてだったらやっぱりね、うん、あの地面も平らじゃないとこから打たなきゃいけなかったりするんで、うん、なかなかうまくいかないことが多いんで、うん、もう走る前提で、なるほど、打ってあすいませんって言って走るっていうことの繰り返しになる可能性は結構高いんで、うん、それ楽しくなってくる可能性もあるよね。それはそれでね、いや今日本当走ったと、うん、まあでもあんまりその上手じゃなくてもそれがなんかそう、それがいい場合もあるじゃん。そういい場合もありますから、ね、かわいいと思う。そう、そんなスパーンって打って、ね、っ豪快に打たれてもね、打たれてもちょっと引いちゃうよね。確かに、いいと思いますよ。初心者、初心者でもきっと楽しめる、それがゴルフ。うん、でも俺気持ちいいと思うんですけどね。僕はあの初めての時から楽しかったですよ。本当に、ただ本当に疲れますけどね、うん、いい疲れが来るんでしょ。そう、すごい難しいコースとかあるじゃん。簡単なコースと難しいコースとあるんでしょ。 ありますね。多少はそんなに難しいとかないですけどね。そうなんだ。多分まああるんだろうけど、いけないですけどねそういうとこは。何よりも終わった後のご飯が楽しみそう。ああ、お昼ご飯食べるんですよ。終わった後お昼ご飯食べる。すごくね、うん、一緒に行った人と仲良くなりますから。いいじゃないですか。いいと思いますよ。そう、もう大丈夫じゃないですか。ずっと一緒にいるからね何時間、うん、ユーミさんの接待はもう大丈夫だね。心配ないね、まあ、これできっと楽しいなと思ってやることです。ニコニコ、確かに楽しんだ方がいいですよね。でも本当に大丈夫、先輩もいるしまさきくんもついてるから。でも人に見られながらボールを打つなんてできないっていう発想がなかったです、僕そんなに。そうか、うん、うん、恥ずかしいのかな。恥ずかしいかな。え、ボール打ってんの見られるのが恥ずかしいのかな。見られる角度によるのかな。角度によるんじゃないやっぱ。恥ずかしいかな。そんな恥じらいを見せながら打ってるのもちょっと私は可愛いと思うけどね。可愛い、いいじゃないですかね。うんうん、いいと思います。頑張ってください。ま、最初からうまくいかないんでやっぱりゴルフ頑張ってくださいになってください。絶対、はい、まあね、いい経験だと思って。でもそれですごいハマっちゃうかもしれないですからね。ね、うん、それは可能性ありますよ。結構ね、若い方もみんなやってますからね、はい、じゃあゆみさん何よりも楽しんで
お天気になるといいですね。そう、何よりも楽しんで、はい、メールありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで、はい、そんな感じで、こんな感じメールを採用させていただいた方にはムームンのサイン入りステッカーをプレゼントしていますので、あなたからのメールをお待ちしております。 Feeling like I'm singing Cause my heart is ringing I feel like I can touch the sky When I'm with you Feel the bay breeze Bay FM 78ムームンの柔らかい月の下で、ベイ FM からムームーンがお届けしています。柔らかい月の下で揃うようになりましたね。揃えてきた、ね、早いのに対応できるのね君も。揃ってきたね。揃ってきたですね。なるほど。だいぶ年月をかけてよかったですね、うん、確認進めていただいて、はい、進めます。さて、先週の柔月でね、音楽の秋もいいよねなんつってね話をしてましたけども、なんつってね、はい、読書の秋とか音楽の秋とか食欲の秋とか、はいはい、ありますけれども、今夜は肉の秋、肉マイレージの話しましたっけ。しましたね。しましたね。海浜幕張駅前にできた。おやおやおや。あ、本当ですか。いきなりステーキそんな押してるみたいになってるけど、そんな、あの、まあ、僕は肉マイレージかと思ってますよね。いきなりステーキに行ってみたい。行ってみよう。行ってみよう。そこだから。向かい行くか。はい。まあ、肉の秋っていうのもいいと思うんですけども、はいはい、音楽の秋ということで、まあ、気分を盛り上げてくれる曲は、まあ、普段聴くのが好きなんですけど、はい、お家でまったりするというよりも、こう、聴きながら絵描いたりとか、うん、なんか、こう、刺激になったりとか、ってテンションが上がる曲とかがとても好きで、うん、最近聴いてるのはフォスターザ・ピープルというバンドのトーチズというアルバムがあるんですが、その中から一曲、なんかいいぜ、秋の夜長っていいぜっていうテンションになれる曲を一曲ご紹介したいと思います。珍しいですね。そうですね、山好きで曲をかける、久しぶりじゃないですか。そうですね、ムームン以外の曲、はい、突然かけます、はい、それではお楽しみください。ポスターザピープルで Call it what you want。 BFM からムームーンがお届けしてきました、柔らかい月の下で、はい、エンディングの時間です。ここで一通メールを読みます。ラジオネームサトル、ゆかさん、まさきさん、すみません、名前噛んじゃった。大丈夫ですよ。ゆかさん、まさきさん、はい、こんばんは。こんばんは。ムームーンの音楽に毎日元気もらってます。あ、どうも。僕は最近飲食店のキッチンのバイトを始めました、うん、初めてのことだらけで戸惑っています。小さなミスも引きずってしまう僕ですが、そんな時に、グッドナイトを聞いて元気をもらっています。ネガティブはもうやめて、巻き返すチャンスをものにして、気がつけば知らずにバイト中笑えているように頑張ります。ムームーン大好き。メールどうもありがとう。ありがとうございます。はい、ね、あのご飯食べに行くときは、あの自分がもちろんあれ楽しみに行くので、厨房の中とかがすごく忙しいんだろうなとか思いながら食べたりとかしてるんですけど、本当厨房の中は本当に大変だと思います。でしょう、ね、そんな中美味しいご飯を届けてくれてありがとうっていつも思いながらご飯を食べています。そうだよね、きっとみんなもそう思ってるので、楽しいバイト生活にね、どんどんなっていくようにグッドナイトを聞いて、これからも頑張ってくださいね、うん、頑張ってください、応援しています。ということで、はい、はい、ムームーのグッドナイトを聞きながらのお知らせをしております。しております。していきま す, していきます。お知らせ、11月にですね、東京と大阪でファンクラブイベントピクニックボリューム2の開催決定しました。はい、はい、ムームーンのファンクラブ月面基地のみんなと作る特別なイベントを企画していますので、お楽しみにね。月面基地っていうのが何なのかというのわからない人もたくさんいると思うので、はい、気になる方は、チェックしてみてほしいですね。はい、はい、では
もう一つのお知らせ、11月、もうフルムーンライブをやりますが、はい、これは7日金曜日、さらに大安でございます。大安いいことがありそうですね、はい、何やら、ね、うん、この日もユーストリームとニコニコ生放送と YouTube、生放送、インターネット生放送するのでお楽しみにしていてください。その他詳しくはムームーンのオフィシャルホームページをチェックしてくださいね。はい、そしてヤワツキでは番組をお聞きのあなたからのメールをお待ちしています。ムームーンへの質問、相談、メッセージ、曲の感想、リクエスト、その他何でも OK です。メールアドレスはすべて小文字でmoon@bfm.co.jp です。はい、はい、おはがきの宛先は261-7127 261-7127 BFM ムームーンの柔らかい月の下で係までです。はい、メッセージを読ませていただいた方にはムームーンのサイン入りステッカーをプレゼントしておりますので、住所と氏名をお忘れなく。はい、この後インターネット放送もアップされますので、そちらもチェックしてください。ネット特典の月の裏側もあります。ムームーンの柔らかい月の下で今夜はここまで、はい、お相手はムームーンのゆかとまさきでした。またね。どうも。